赤の錠剤を選びましょう。赤の錠剤を選びましょう。レシェイプの皆さん、おはようございます。みんなのご存知のマトリックスというの映画なんですけれども、そこでは何か起こるかというと、ネオというの主人公は、システム、つまり制度と戦っているというのストーリーなんですけれども、では自分が今最近思いているのは、実際はその動画をその映画を見たから何か思ったかというと、我々の制度、つまり我々の社会は同じくマトリックスに住んでる人も結構多いだと思います。そしてそのマトリックスに住んでるからこそ、青いの錠剤を選んでる人の方が多く、赤の錠剤を選んでる人はごく少ないです。わずかな 10% に過ぎないです。で、青いの錠剤を選んでる人はどんな人かというと、これは制度に沿って生きてる人です。で、制度に沿っての生きてる人の人生のプランは何でしょうか。その概念で見たら、最初は生まれる、2番目は何かというと学校に行ったり大学に行ったり、でも大学に行くからこそ何かあるかというと借金です。そしてその借金をカバーするときにどこに行くかというと、仕事です。普通の仕事です。いわゆるジョブですね。9から5ですね。朝9時から夜5時まで。で、そのジョブはみんながやってて、であとはね、もしかして結婚して一戸建てを買ってまた借金がある。その借金が重なるから、自分が30年ずっと勤めているから、その借金を返すためだけです。もしかして高い車もそうですけれども、何でもそうですけれども、本当にみんなは借金まみれになる。で、結局は3番目、これは2番目ですけれども、3番目はそのジョブやってその借金を返すだけ、人生を借金返すだけに生きてる。で、4番目は何かあるかというと、死ぬです。本当に普通の死に方です。でも、その青ピルではなくて赤ピルを選んだ人なんですけれども、何か起こるかというと、これはもうその世界のイーロン・マスク、その世界のスティーブ・ジョブズとかをですね、その初代のトヨタさんですね、その本当にその世界を変わる人です。で、その世界を変わる人です。映画のマトリックスのネオと同じく、すっごく圧力と面にする人が多いから、だからその圧力がすごく多いから厳しいです。で、その人の、人生のプランだったらどんなプランかというと、最初は、イーロン・マスクではないんですけども、でも現在はみんなの結構チャンスがあるから、結構チャンスがあるから、で、その人生プランは何かというと、 Prepare to fight. 1. 生まれる。 2. 学校に行って高校に卒業して大学に行かず、代わりにバイトする。で、そのバイトを重ねて、そのバイトを使って自分のビジネスを作る。そのビジネスを作ったら、あなたはパッシブインカムですね、受け身的なインカムは収入ですね、受け身的な収入を手に入れる。で、その受け身的な収入を入れるかというと、何か違うかというと、普通の収入は時間に収入をもらう、受け身的な収入はそのもう何年間、2か3年間でずっとその基礎を築いたり、で、そこからその基礎がしっかり、その基礎がすごくしっかりするから、そこからだんだん自分も働けず、だんだん金が来る。だからみんなはだいたい高い車を買ったり、家とか買ったり、いろんな借金を重ねる。でも、その借金ではなくて、自分が本当に投資するすべきのは、本当にその収入を、
まだ戻すものですね。例えばね、まあみんなの知ってるの、あの不動産とか、まあいろいろがありまして、で、それを使ったら、ものすごく自分の収益にもらう、すごく収益として返せず、返すというの話ですけれども。でも、だから、まあその、3番目はもうその仕事をやって、ね、このパッシブインカムを作って、で、まあそこから、自分が自由になる。自由になるだからこそ、そのすごく、世界にインパクトできる。ポジティブにインパクトできるから、すごく世界を変わるです。自分で変われる。自分の本当に力で生きてる。で、5番目は死ぬですけれども、でも、どんなに死ぬ、普通の死に方ではなくて、本当、世界のヒーローみたいに死にます。まあ、みんなは死ぬですけれども、でもそのヒーローと普通の人はどちらがいいですか？と聞いた話ですけれども、もちろんみんなはまあヒーローはかもきついだからやらないんですけれども、これはね 90% 以上の人はやらないんですけど、まあ、9割の人はやらないんですけれども、でもやる人は本当にそのヒーローになる。ではどうして今はこういう時間ですけれども、今この時期ですけれども、現在は SNS とかは流行ってます。現在はインターネットが流行ってます。でそのインターネットにつき何か起こるかというと、フォーブスによると、1日に1200人以上は億万長者になる、そのファイナンシャルフリーデムですね。つまり、自分の経済的の自由になる。つまり、その受け身的の収益をもらうというの人がだんだん増えてる。だんだん増えてる。本当に。だから今はチャンスです。今は本当にチャンスです。もしあなたはおなんかできないとかね、マーケティングできないとか、まあ、みんなはマーケティングやるからこそすごく難しいになるかもしれませんが、あなたのストーリーは誰でもコピーできないやから、あなたのストーリーはあなたのもの でそこからは他の人はあなたのストーリーを見る。あなたのストーリーはあなたのもので、でそこからは他の人はあなたのストーリーを見る。見るからこそあなたのストーリーに共感できる。共感できるからあなたのから買う。ということです。あなたのブランドから買う。で、リシェフの皆さん、もしあなたはまだこの覚悟はできてないとか、まだこう、ああ、これはまだ大げさだから、まだね、対人恐怖症だから抱えてる人だったら、この動画をご覧になってください。そして私は本当にもしあなたはまあこのね動画とかあまり足りないという人も結構いるんですけれども、結構相談がいない人は結構いるね。で自分が自分の悩みをずっと自分の中で抱えてる、結構きついで、もし僕と相談に欲しかったら下の概要欄で僕は自分のウェブサイトをちゃんと投稿しているから、そこにクリックして自分とスケジュールはできます。または自分の PM してください。プライベートメールをしてください。ではレシェフの皆さん、本日ご覧いただき誠にありがとうございます。僕は毎日投稿しますので、だから登録ボタンと通知ボタンもお願いいたします。もしあなたのその動画から価値があったら、友達とシェアとまた高評価お願いいたします。僕はそのチャンネルでだいたいまあ、経済的について話してるんですけれども、またはあなたの対人恐怖者とあなたの内向的な人で、そのね心理学とかも結構語っております。もしよかったらこの2つの動画をご覧になってください。では次の動画に会いましょう。